ここ。友達じゃん。みんな、俺の。というわけで別室の吉田くん。あ。ああ。どんな感じですか。どんな感じですか。今めちゃくちゃおならがしたい今。緊張して。面白いな。もう温まってる。もう行っちゃっていいかな。温まってるってなんだよ。高校の時に、なんか、授業中ね、あの、なんか、お題が書かれた紙みたいなのを送ったの。で、あの、なんか、ちょっとそのお題に答えるみたいな、ちょっと大喜利っぽいこととかやって、俺は時間潰してた。うわ、楽しそう。大喜利できんの？大喜利できるかって、大喜利嫌いじゃないよ、大喜利嫌いじゃないよ。何がおこちゃんや、大喜利やんの、え、大喜利やんの。1枚挟んでお隣の部屋にですね、吉田健人くんが今、はいはい、マスターある、ね、今、そこにいて、まあ、彼にあの大喜利に答えていただくと、であの問題もここにあのストックが100も用意したんで、うん、もう大喜利が得意だということで ね、 そうだね、彼に答えていただこうと、うん、ちょろいって思うよ、多分、うん、寂しまいだよ、寂しまいですね、うんうん、あちなみにあの今回出題者としてあのゲストにお越しいただきました、黒井美咲ちゃんです。はい、黒井美咲ちゃんね、うん、よろしくお願いします。じゃあ問題やろうか、最初は無難なとこ行きたいんだよね、どうして、まあ、どうしても目につくのあるんだけど最初は、最初ちょっと、ね、ちょっとジャンプ最初っぽい、あるだよな、まとめてたらあれか、まあ最初誰だ、誰だよって話だから、うん、頼みますよ、片山さん、片山、お願いします。吉田さん、第一問目いきますよ。おい。じゃあ早速第一問。吉田健人さん、お名前は。まあね、一問目だし。僕の名前は森エビ太郎です。あ、名字、名前は森エビ太郎です。森エビ太郎、まあ、一応1問目で、はい、はい、
本当にこういう感じで行くならお前らを全員明日ぶっ殺す。はい、次行きます。はい、どんどん行きましょう。待っててね。じゃあ俺行っていい？あ、いいよいいよ。その、いや、まずなんかこのシリーズがあるわけよ。わかる？あ、わかる。あ、もう俺これ中心に攻めたいと思うの。なるほどね。だから俺ちょっととりあえずこれ行くわ。あ、いいもんね。じゃあ、ちょっと片山さん、これお願いします。まあ、スタート一緒、こんな感じでしょ。次、第2問。はい、はいはい、ケントさんは魚人島の出身ですが、魚人と人間の違いを教えてください。あ、はい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 、魚人と人間の違いね、うん、ねまずあれだね、ここのヒレね。ガチ説明、ガチ説明。ここのヒレ、首の間のね。そうそう、うんうん、ここのヒレと、うん、あとはけん玉はしないね、魚人島では。けん玉はできないから、みんな。なんだろうな、あと魚介類は食べないね、魚人島の人たちは。共食いになっちゃうからね。そうそうそう、あとめっちゃエロい。めっちゃエロい。エロい。まあまあまあいい。順番にね。うん、まあ、最初はまあ。第4問、はい、小学生の時の将来の夢は。ああ、まあ、パン屋なんですけど、まあ、普通のパン屋じゃないんですよね。普通のパン屋じゃないんだ。はい、柔道も一緒に教えるパン屋さんになりたくて、パンを売りながら柔道を教えたら、まあ一番かなって思って。なんでその夢になったんですか？いや、なんか柔道ってやっぱり格闘技最強って言われてるし、パンって美味しいし、あーで柔道を教えるパン。そうですね。吉田さん、吉田さん、あ、次の実演でお願いします。実演？実演問題です。実演？待って、実演？だって大喜利でしょ。いや、動けるって聞いた。動けるって聞いた。はい、じゃあ次の問題。ポーカーフェイスすぎる。エグザイルが解散、最後にリーダーが言った一言は。カメラ目線でお願いします。こっち、そこそこ。お前ら東京行くんだってな。俺こっちで頑張るから。東京行ってもちゃんと10円を握り続けるんだ。こんな風に。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ面白い。これ聞いてみたかった。めっちゃそれ聞きますよこれ。大きなおっぱいが好きですが、貧乳の女の子はどう思いますか？いらないかな。いらない。言い回す人が多いんじゃないかな。 N カップ以上いる。N カップ以上じゃないと無理かな。これがなんかこういう大喜利っぽいかな。まあ確かに。そうだね、そうだね。ごめんって。はい、彼はどうして頭を抱えている？まず入院がここにあるっていうことは、まあ、生まれつきの悩み。でも今悩んでいるのは、まあ、ここは食堂なんだけど、うん、今悩んでるところは、の前の席に座ってる人がすごいいいパソコン使ってて、自分が持ってるのに全然いいんだそれが。でもこの人が持ってるパソコンもまあまあいいのに、その人のパソコンがすごい良くて嫉妬してるのかな。ここに乳輪がある方が結構問題
はでもだからもう言われてるから、この人28歳なんだけど28年間言われてきてんの、ここに乳輪があるけど、そう、湯渡り上手みたいな、ちょっと美味しかったんだけど、そうちょっと美味しくて、うん、ここまで来たっていう、まあ、このスーツ、まあ、実業家なんだけど、うん、まあ、ここの乳首でここまで来たっていうのはあるあ、なるほどね、いい感じじゃん、うん、パッと行きそうだし、はい、じゃあ次の問題は、ケントさんが生まれて初めて喋った言葉は、あえてのオフサイドなんか悔しくなってきたな、笑ってたのがお前サッカーめちゃくちゃ下手くそ、オフサイドじゃなくてあえてのあえてのオフサイド、生まれてあえてのオフサイドって言いながら、うん、こう出てあえてのオフサイドって言いながら、あ、出てきたんですね、でお願いします、はい、おー、行くね、これそのまた行くね、オッケー、これちょっとさ、いい感じのお題、実際にやれ、実際にやれ、じゃあ実演してもらいます、はい、はい、次の問題は、ゴキブリは体を真っ二つにしても生きています、じゃあどうすれば駆除すればいいの、ああでもゴキブリ、ゴキブリが出た手でそれを駆除するのを実演で、うん、うん、あ構え感じあ、喋るよね普通に話せる、その時の話、これ大喜利ではないけど、これリアル話だよ、リアル話、リアル話する、はい、するこの話、お願いします、あのお店に言ってたの、俺買ってないんだ、自分15万円も出せないからね、でもあの売ってたの西武に、で、あの前通りかかった時においって言われて、こうスッて見たらコンドームが喋ってて、で俺15万円なんだけどって言われたので、うわっと思って後にしちゃった、え、その場を後にしちゃった俺その状況じゃない、その場を後にしちゃった使ってはいない、使ってない、だって買えないもん、喋るっていうことだけなんだよね、だから俺も喋、だから何が違うって言われたら喋るとしか言えない、ちょっとしか見てないから、あでも喋ってたから声かけられたんですね、そういいね、実演、実演で、はい、じゃあ、はい、じゃあ次の問題です、さて来週のサザエさんは、さて来週のサザエさんは、牛丼なくす、マスをちゃんとお塩を投げる、カツオ牛乳を買いながらバスケットをするの3本です、もう一回聞き取れなかったあ、26話の来週のサザエさん、神回のサザエさんね、さて来週のサザエさんは、就職先がソニー、マサオトイレ掃除、誰金閣寺を直せの3本です、神回だ、神回だ、はい、じゃんけんポンすごいこれにさ対応できる人間っているの、この世に不可能じゃないか。